せーの、1、2、3。はい、まだちょっと小さいっぽいね。でもうちょっと大きいっぽくやってみるか。1、2、3。はい、おばさんの足が見えない。どうしたんだろうね。あったのか。1、2、3。はい、それはまたあちゃんの赤ちゃんっぽいのよ。 BW の人はそういう方しないのよ。もうそのにやけた顔しないの。もっと難しい顔していこういうの。そして、はい、できるか。1、2、3。はい、そうだ、それでいこう。ある人がこの形を見て、3つだよ、3だよって言いました。何を3だよって言ったと思います。はい、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 何を角が3、角が角が3。素晴らしい、みんなで叩いたね。角が3つあるんだよ。1、2、3。なるほど。ある人が言いました。これは5だよって言いました。はい、はい、どうして5だよって言ったんだよ、小島くん。はい、五角形だから5言ったのか。どうしてこれ5だよって言った。何が5あるって言ったのかな。何が5か。ん、正解。みんな手叩いてあげて。素晴らしい。周りが5なんだな。1、2、3、4、5。なるほど、はいはい、ある人が言いました。これは6だよって言いました。どうして6だって言ったんですか。岡崎さん、何が6だ言ったんでしょう。四角が6だよって。ああ、そう、これね、実はね、箱ができるんだよ。チェンチェガチェン、チェンチェガチェン、チェンチェガチェン、チェン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 、すげえ、箱ができましたね。四角が6だよって言ったんだ。じゃあ数えてみるか。3、はい、1、2、3、4、5、6。ある人が言いました。はい、これは、はい、はい、はい、8だよって言いました。はい、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 武田さん、どうして8だって言ったでしょう。四角が8個あるから。その通り、箱が8個あるんだな。じゃあちょっと数えてみるよ。 BW の数え方できるか。1、2、いくぞ。3、はい、覚えておいてよ。CCCC 覚えておいてよ。次は5から始めるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10もねえぞ。もう一回いくぞ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。いくつだった。8個だったの。それでは聞きますが、ここにこんな形があります。これは1、2、3、4、どれに似てるかな。1、2、3、4。ヒントはね、上から見たらどんな風に見えるかなっていう問題です。3、何？3。じゃあ手挙げてもらおうかな。1番だと思う人。はい、上から見るとだぞ。2番だと思う人。3番だと思う人。はい、4番だと思う人。正解は多分3番でした。第2問、上から見るとでいこうか。じゃあ上から見るとこれは1、2、3、4の、言っちゃいけない、言っちゃいけない、先生聞くからな。1番だともう一つあげてください。2番だともう一つあげてください。全員これか。正解は2番でした。第3問、この形を上から見るとまた言ってるとか、めっちゃいかんだな。1番だと思う人。はい、2番だと思う人。3番だと思う人。4番だと思う人。少数派意見だな。大事です。あの人は勇気あるんだぞ。みんなが1番だって言ってあげてるの。多分気持ちの中ではもう1番かなと思ってたわけだ。しかし4番だと言った以上責任を取ろう、そういう気持ちが強くて4番だと最後まで頑張った。こういう人を勇気のある人っていうのよ。日本の民主主義の中で、世界の中で一番欠けてる人はそういう気持ちなのよ。少数派意見で自分の意思を貫こうとした岡崎さん、素晴らしい。見に手叩いたのよ。いいわ。
素晴らしい。でも正解は一番なんだな。じゃあこの形、この形を上から見ると、まだ言っちゃダメよ、言っちゃダメよ、言わない方がいいよ。1、2、3、4、この形を上から見ると1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人、はい、4番だと思う人、はい。実は正解は4番なんですね。これね、上がとんがってるから先あったんだけど、これ形。じゃあもうちょっと分からせると言ってみようか。ここにお家があるの、お家があるのね。上から見ると1、2、3、4、5、6のうちどれかっていうわけです。お家、これ分かる？おばさん見てないぞ、目が見てよ。お家あるだろ、ここにお家あるだろ。このお家を上から見ると1、2、3、4、5、6、杉浦君、何番？はい、はい、2番？1番。でもここにこんなの出てるよ、これ、はい、これにこんなの出てる。はい、2番。2番は色が違うもんな。3番、はい、3番で全部いっちゃダメじゃないか、お前。小島君何番だと思う、これ？5。僕もこれ5番だと思う。ここが出てるだろ、これ。これじゃあ今度はね、このお家だ。これ分かりやすいね、これ。ここにお家あるだろ、1番、2番、3番、4番、何番？いやですか。だから僕も言ってあげよう。そうです。これ難しいね。わかる。ここにこんなのがついてるんだよな。今が1番だし。これ1番なんだよね。でもちょっとここが欠けてるんじゃないかと思うな。じゃあこのうちは何番でしょうね、これは。これ6番だ。何番？6番だね。じゃあその次、旗がね、こんな風に立てたんですけど、風は、風、いいか、風は右の方から吹いてるのか左の方から吹いてるかってわけです。右。こっち？左。右から吹いたらさ、こっちから風吹くだろ？吹いたらさ、旗こっち来ないか？左。な？先生作ってるか、旗。こういうのはね、すぐできるんだよ。旗を作るぞ、緑の旗だ。我らは緑の兵士。じゃあ吹いてみるか。こっちから吹くよ。いい？いかない。なんとなくこうインチキっぽい実験ですね。じゃあ今度こっちから吹くよ。ほらこっち向いたじゃないね。じゃあ今度こっちから吹くよ。これ、ね、手回してるように見えるけどね、回してるから。いかない。回っちゃうのよ。よし、じゃあこれはどっちから吹いてるでしょう。左。これはどっちから吹いてるでしょう。これはどっちから吹いてるでしょう。これはどっちから吹いてるでしょう。じゃあちょっと難しい問題やってみようか。じゃあ先生、ここから絵を描くから、いい？見えるか？ね、女の子がいます。女の子出てこい。出てきたか。おー、出てきた。女の子がいます。ちょっとね、古風な髪の毛してるのね。僕見てないので、女の子はね、手上げてるのよ。そしてね、スカート履いてるの。上手に描けたか。ダメか？そんなに笑うんなら作り直そうか。ない。いい？これで。